そうですね。やっぱりまあ、始まる前はこのオリンピックが最後だっていう思いで、挑んだ大会だったんですけど、まあ、いざ終わってみて試合でそれが出し切れなかった時に本当にこれで終われるのかなっていう思いがすごい大きかったんですね。ただまあ直前は正直もうやめないといけないっていうふうに思ってて。それがちょっと時間経つにつれて人と話す上で、やっぱりこれのまま終わっていいのかっていう思いが強くなって、次を目指したいなっていうふうになりましたね。オリンピック、まあ、ピョンチャン前までは全くなかったんですけど、ただオリンピック終わって、まあ、近々の目標として次の年の世界選手権っていうふうに思ってて、その大会が終わった時に、じゃああと3年北京目指すまでできるのかっていうのは、ちょっと経済的にも含めて厳しいとかありましたね。長野県の上田市にいる知り合いの紹介で、今所属する企業の社長さんに会ってお話を聞いてもらって、まあ、本当にタイミングといいますか、偶然なんですけど、まあ、たまたまその話聞いてもらった社長さんも自分のこと知ってくれてて、で自分の思いだったりっていうのを話した時に、じゃあよし、じゃあ、次のオリンピックまで頑張れっていうふうに言ってくれたので、はい、それが経緯ですね。もう夏の遠征行く前に見つからなかったらと思ってたので、本当に遠征出発の2週間前ぐらいですかね。で、まあ、一つのけじめとして、その夏の遠征前っていうのを決めてたんで、まあ、そこもタイミング的にはもう最後の最後ですね。本当にやめようと思ってましたね。前回のオリンピック終わって足りないところっていうのを自分で感じましたので、まあ、具体的に言えば飛び出しのテイクオフの細かい技術の部分っていうのを今課題としてやってます。いや、まあ、体力は衰えっていうのは感じないですけど、やっぱりその競技をできるコンディションを作るっていう上で、健康管理だったり栄養管理だったりっていうのは徹底して意識するようになりましたね。もちろんメダルが目標なんですけど、それ以上に自分のできる力を100%出すっていうところを目標に頑張りたいと思います。で、まあ、もちろんその100%ができれば、おのずとメダルもついてくると思いますし、ついてこないと思ったらやってもいないと思うので、はい、まずは自分の出せる力を100%出したいと思います。いつも応援していただいてありがとうございます。次2022年の、北京オリンピックに向けて、自分の力を全て発揮できるように頑張りますので、これからも応援の方よろしくお願いします。頑張ります。